はいみなさんお久しぶりです。まめもです。まあ、ツイッターやってない人多分わからなかったと思うんですけど、実はドリスピ復帰してました。トヨタ SFR のイベントでどうしても SFR が欲しくて、まあ、結果復帰してしまいましたね。お休みは1ヶ月ぐらいもらったかな多分。結局引退とか言ったけどね。僕には無理でした。 やっぱりゲームっつったら僕にはドリスピしかなかったんですね。はい。ということで、今回ボスボトルイベントがあるということなんで、まあ、とりあえず10万貯めてスピリッツオーダー、確定まで来ましたね。ペースメーカーが欲しいところです。あとは持ってないハイスペック。もうそれぐらいしか欲しいものがありません。ということで、早速引いていきましょう。ちなみにどうですか Twitter 見てる人ならわかると思うんですけど、ヘッドセット初めて買ってみたんですよ。ハイパー X の。マイク音質はどうですか結構いいと思うんですよね。この前買ったハイパー X のゲーミングイヤホン、まあ別に使えないことはないですけど、ちょっと音声がこもりがちだったんですよね。こっちの方が多分クリアに聞こえるから、多分動画撮るときはいつもこのヘッドセットを使うかなって思います。 まあ、置きをさておき、早速引いていきましょう。ていや。なんと。やはり僕にはスピリッツオーダーは向いてないみたいですね。ということで、まあ、実は復帰してたよっていう動画でした。スピリッツオーダーはメインではなかった。